ちょっとしました。オリオンビールとおつまみです。お客さん、この沖縄居酒屋行くの初めて？そうですね、こんなところに沖縄居酒屋できたんですね、うん、ゆっくりしてって。じゃあ注文決まったら教えて。店員さん、ごめんなさい、これ多分注文間違えてますね。これ頼んでないですけど、なんすか？あ、それね、はい、あ、それ海ぶどうだったけど、羅臼の昆布の佃煮に変えといたから。はい、あ、うん、あ、いや、すみません、おもりさん、今日海ぶどう食べたいんで、これは、すみません、結構。いいから食え、うん、でも、これを出したことは絶対に大丈夫だぞ。内緒、うん、いや、そんなもんいただけないっすよ、すみません、海ぶどうが食べたいんで、今日はちょっと、うん、お客さん、いい人そうだから言うけど、はい、ほら、北海道出身なんだ、うん、はい、でよ、ここの沖縄の料理よりも、この北海道の料理の方がうめえんだ。あんま言わない方がいいっすよ、生ラメから食え、生ラメから食え、生ラメから食え、こんなうまいっすか、これ、うめえぞ。あ、じゃあこれいただきます、ありがとうございます。あ、食え。じゃあ、海ぶどう一つもらっていいですか？ん？海ぶどう？それあんのに？なんで？昆布じゃないですか、これ。え？海ぶどうですよ。あ、海ぶどう。あと、おしぼりももらっていいですか？あ、そう、分かった、分かった。はい、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 ラウスの昆布の少ないです。なんでですか？生ラメから食え。なんでですか？うめえから。どういうことですか？うめえから。俺、海ぶどうって言いましたよね。うめえから、うめえから。いや、同じでしょ、これ。同じだ。同じだ。食べ比べてみろ。海ぶどう頼んだんですよ。ちょっと味変した？大丈夫だ。海ぶどうください。海ぶどう、海ぶどう、どっち、どっちだ。一択ですよ、海ぶどうです。わかんねえ、どっちだ、どっちだ。店長でください、すみません。え、店長、はい、大丈夫。それはやめてくれ、それはやめてくれ。クビにしとかなんとか。いやいや、クビになったら困る。北海道の母ちゃんに仕送り送ってんだ。知らない。クビになったらろくに。すみません、海ぶどう持ってくれ。ちゃんとして、最初から持ってくるから。おしぼりも来てないのよ。ああ、そうだった。あとついでに、おすすめの豚足バターももらっていいですか？分かった。海ぶどうね、あと。はい、分かった。だいつ、マジで。なんだこれ。はい、お待たせしました。おい、おい。はい、ジャガーバターと。豚足バターね。ラウスの昆布の佃煮。海ぶどうは、おい、海ぶどう、おい、海ぶどう食べたいの、俺。俺、海ぶどう食べに来たの、俺。俺、海ぶどう食べに。はるばる来たの、海ぶどう食べんな。海ぶどう、これ何これ、これちっちゃい絞りだ。おしぼり、おしぼり、おい、おい、マジで何が目的だ、お前。これ俺は北海道の良さをみんなに伝えたいんだ。絶対やんな、ここで。お前、おい、沖縄居酒屋でどうみんなとして、お前、俺して、あ、進めてんな、お前、こいつ。そこ、あそこのお客さん見てみよう。あそこのお客さんにはラフテー丼注文されたんだけど、持ってったの帯広の豚丼だ。これみんなにやってんの、そんなこと。お前、うん、ラフテー丼、それいいですか、ラフテー丼じゃなくて。うまいよ、それ。でもラフテー丼だから。じゃあ注文決まって教えて。待って待って、お前、海ぶどう、おい、分かった、逃げんな、お前。分かった、海ぶどう持ってこい、お前。分かった、マジで。分かった、分かった。あと豚丼。え、豚丼、うん、お客さん、沖縄の食べ物食べたいんじゃないの？え、行けよ、お前、早く。え、分かった。つまじでやろうかな、あいつ、マジで。はい、お待たせしました。ラウスの昆布の佃煮丼で。豚丼、豚だと海ぶどう、海ぶどう。